田中康夫 YouTube 公式チャンネルだから言わんこっちゃないボリューム639、速やかに削除して当然の行為を謝罪する大英帝国、削除すべきでない行為を謝罪もしない大日本帝国、香ばしいボリス・ジョンソンの下でも機能する官僚機構と日本の記者クラブのダメダメ鈍感力笑いと題してお届けいたします。これはですね、BBC は本当にただで日本語のウェブサイト、これまあ他のメディアだって AFP だってそうですよね。日本ってどうなっちゃってんのよって、有料にするのはいいけども良い記事をちゃんと無料で読ませて誘導していくってことができない朝日新聞、毎日新聞っていうのは弱ったもんだし、もともとネットを花から捨てているという東京新聞に至っては論外だってことをずっとお話をしておりますが、 BBC がですねこういう記事載っけたんでございます。12月の30日ですけど、叙勲者の住所を誤って公開、英国政府が謝罪、エルトン・ジョン氏の住所もっていう見出しなんです。これ何かというと、英国はなんか新年に叙勲するんだそうでございますけど、イギリスで恒例の新年の叙勲を受ける人たちの住所が当局の手違いによりインターネットで公開された、政府は1000人を超える影響を受けた人々に謝罪した。もうこの段階で本当にどこぞの島、同じ島国なのに随分違うなって話で、叙勲者の7割強は、地域社会に貢献した人々、まさにそうですよね、一軍を照らす人々なんですよね。桜を呼ぶ会になってはいけないんで、桜が散る会になってしまっているところにも、本来は地域社会に貢献したまさに民生委員の人であったり保護士の人であったりですね、こういう人々が来るべきなんですね。サー・エルトン、そういう人々が大半だが、歌手のサー・エルトン・ジョンや元保守党党首のイアン・ダンカン・スミス氏など著名人も含まれている。2020年の叙勲者叙勲者1097人が発表された27日夜、叙勲者の住所が含まれるファイルが公式ウェブサイトにアップロードされていた。このファイルは翌日に削除された。内閣府によるとファイルは1時間ほど閲覧が可能だったという。で、内閣府は情報はできる限り速やかに削除した。経緯を調べてると話した。情報は削除して当然だって言ってた NTT の課長、広報の課長をやっていた参議院のですね、瀬古さんの名前忘れちゃった。大違いですね。情報は削除するのが当たり前。でもこの場合には情報はできる限り削除するが経緯を調べてると、また事態をデータ保護を管轄する。ここもなかなかデータ保護を管轄する情報コミッショナー事務局 ICO に報告したという、こういう組織が日本ないですからね。一方、プライバシー保護の活動団体ビッグブラザーウォッチ、まあ、ビッグブラザーっていう言葉はね1984で出てくるわけですけども、ビッグブラザーウォッチは新しいデータ保護法が去年成立したことに照らせば滑稽で言い訳のできないミスだ、政府がルールを守れないことは明らかだと批判したと。また情報の権利に詳しい弁護士は、住所を公表された人たちが政府を相手に訴訟を起こす可能性があると指摘と。持続可能性に関する取り組みを職業とし、今回の件で住所を公表されたサイモン・ウィンチ氏は、BBC に最初はリストの全員が住所を公表することを許可したのかと思ったと。でも住所が知られたくないであろう人たちの名前もあるのに気づいたと話していると。今回の叙勲でサー・エルトン・ジョンはコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を受けた。サー・エルトンは1998年にナイトの称号を得ていると。今年はダンカン・スミス氏のほか、映画「アメリカン・ビューティー」のサム・メンデス監督や映画「それでも夜は明ける」のスティーブ・マック・イーン監督などにもナイト称号が与えられた。また歌手のオリビア・ニュートン・ジョン氏、アリソン・サンダース元控訴庁、公に訴える控訴局の長官、作家のローズ・トレメイン氏などにナイト称号に相当するデイムの肩書きが与えられた。ロックバンドクイーンのドラマーロジャー・テイラー氏、テコンドーのオリンピック金メダリストジェイド・ジョーンズ氏には大英帝国勲位オフィサー OBE っていうんですかね、4等が与えられた。料理番組「グレート・ブリティッシュ・ベイク・オフ」で優勝した、ナディア・フセイン氏や、まあだからこういう名前がもう本当にイスラム系の人もまさに多国籍な国なんですよね。良くも悪くも。女子サッカーのイングランド代表ジル・スコット氏は大英帝国、勲位メンバー MBE、5等を得ているというわけなんでございます。でこれは本当に削除すべきないものを削除してっちゃっているという国でございますとの大きな違いで、こうやって考えていくと、これ5日売りの浅田さんとの対談でも述べているわけなんでございますけれどもね。だって削除してしちゃいけないものを削除してっちゃうっていうことでしょう。そして削除しないようなものをまさにこの社会的功績がだってもともと社会的功績が認められて桜を見る会に来たんですから、名前は公表したっていうんですね。今回の場合これ住所ですからね。住所、まあ事務所の住所っていう場合もあるかもしれないけども、あるいはまあもともと自分たちの住所を郵便のために、それはだって文芸手帳とか、文春の手帳とかには文芸年間とかには載っけるのが OK っていう人は載っけてるわけですから、やしも文春手帳には載ってるわけでございますけれども、だからこの場合には全体のネットに住所まで載っちゃったってことで、もらった人の名前はこうやって出てきてるわけでしょ。で本来で言えば社会的功績が認められて招待されたのに胸を張れないという摩訶不思議が桜を呼ぶ会に関して起きてきちゃってるってことですよね。でそうするとそのうちに叙勲授与者も勲章授与者も個人情報保護を理由に匿名報道になったら、叙勲を祝う会の収益がバカになれないホテル大谷は泣き面に蜂だっての浅田さんと言ってるんですけど、でもその一方で皆さんご存知のようにネット上でですね、収集した通販やカードの個人情報リストってのは IT 企業の大きな収益源となってるわけですからね。アマゾンだけじゃなくてこれはもう楽天の大きな問題になってきてるわけで、楽天サッカーですごかったからって有頂天になってる場合じゃないんじゃないのってことが、とりわけもう楽天の出店をしている人たちから反乱が起きてきてるわけですからね。三木谷浩史様は本当に 5G に関してもですね、なんか 5G できもしないのにいっぱい補助金のようなものをもらうって、もう現代の聖書になってっちゃうよってことは前から申し上げてることでございますから、 NTT 広報部報道担当課長から国会議員に転じた方は何て言ったかと、速やかにデータを消去するのは当たり前だ。だからこのイギリスの場合には住所まで勝手にウェブに載っけちゃったんだから、速やかに削除するのは当たり前ですけど、今回の場合には招待客はどういう選考で選ばれてたんですか、招待客の60番は何ですかってことに関してデータを速やかに削除するのは当たり前って言うんですから、もう全然違うということですよね。そしてイギリスはちゃんとこれに対して謝ると。でも日本は削除すべきでない行為を謝罪もしないという形になってるわけですから、このボリス・ジョンソンちゃまのようなもとでもですね、一応官僚機構というものがですね、腐っても機能しているっていうのとの違いっていうのは大変に大きいんじゃなかろうかと思うんですね。なんかテレビ朝日ちゃんというところが元旦の日に独占安倍晋三総理大臣が ANN の単独インタビューに応じましたっていうんで、なんか単独インタビューだったんです。この引用した部分が私すごい謎で、招待者の名簿は個人情報ですから残っていることで流出する危険性がある。だからもともとダダ漏れなんですよ。しかし桜を見る会の公文書の在り方については様々なご指摘もございますので、そういうご指摘も踏まえて検討していきたいと思ってます鍵括弧となってて、このように安倍総理は述べて、招待客の名簿のほか会の実施要領、業者との契約の書類など、桜を見る会に関する行政文書の保存期間を見直す考えを示しましたって、なんかドヤ顔でテレビ朝日言ってんだけど、これ前から私が言ってるように、公文書、公用文書、公的文書、これはみんなデジタルで永年保存にするっていうことを福田康夫さんが作られた公文書管理法の中に一行付け加えればそれで OK かなわけなんでございますよね。本当にこの辺りがちっとも分かってない。でもう一回復習で言っておきますと、浅田さんとの対談でも言ってますけども、当該の省庁で今使用していたりする、あるいはまだ使用する期間中だというものが、これが原用文書って言うんです。現代国語の原という字に用いるとかです。でそういう行政の事務上も法律も出来上がってしまったし昔のものなのでこういう使用や保管期間を過ぎた非原用文書というのは、これは公文書館に移管して原則公開するのが国際基準なんです。ところが日本は前から言ったように、公文書、公用文書、公的文書、行政文書の違いの定義すらないわけですからね。アメリカはドナルド・トランプ様が紙ブリ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 って破っちゃったって、これ全部セロテープで貼ってるってのがそのホワイトハウスなのか、やっぱこれイギリスと同じようなもんだっていうことなんですよね。そして向こうは 5,000 人も職員がいるわけですから、日本は49人しかいないんですから、49歳かよっていう話なんで、そこの人数を増やすってことがとても大事なことなわけですよ。ですから公文書管理法に電子媒体で公文書、公用文書、公的文書の永年保存を義務付ける、1行書くだけの緊急議員立法をすればいいのに、いまだに野党はやろうとしないっていうのが謎で、これだって福田康夫さんが清和研究会出身の安倍さんの先輩である方が作ったんですから、これは反対できないことですよね。本当にアメリカはすみません2500人、オーストラリアも500人体制の公文書館、日本はわずか49人ですからね。本当にですから以前になんかその公文書記録管理員設置推進法案っていうのを2年前に提出していたって言うんだけど、これって早い話がまた箱物行政でそこに天下りのポストができてきちゃうっていうことなわけですからね。まあいずれにしても新クライアントってものに関してですね、新クライアントっていう単語をですね報じたのが朝日新聞、毎日新聞、日経新聞だけで、東京新聞に至ってはその日の一面の見出しが「復元不可能」っていうタイトルだったんですからね。まずここに関してですね、東京新聞にお勤めの皆様はこんな見出しでよかったのかっていうことをやらない限りは、これは人の振り見て我が振り直せっていう弁証法に並んでしょってことですし、新クライアントってのは未来永劫バックアップされてるものなんですからね。これもう一回言っとくと、サーバー側でデータを複数箇所で、世界中の複数箇所でバックアップしてるのが新クライアントで、新ってのは薄いと、クライアントってのはユーザーという意味ですから、こんなもの何回トラフ巨大地震が起きたって復元不可能なわけですよ。それをですね、復元不可能って見出しをつけてしまうっていう東京新聞は本当に香ばしいということになってきてしまうわけなんでございます。ですからこのちっちゃな記事のような、なんかプチ鹿島さんのような話になってしまいますけども、この BBC が載っけていた速やかに削除して当然の行為をさらにちゃんときちんと国民に謝罪する大英帝国と、国民のために本来削除すべきでない行為をものをですね削除しても謝罪もしない大日本帝国と、香ばしいボリス・ジョンソンの下でも機能するイギリスの官僚機構と、日本の記者クラブのダメダメ鈍感力と題して本日はお届けをいたしました。